皆さんこんにちは、溺れるわらおです。日に日に春めいてきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルス怖いですよね。注意してくださいね。それにまた花粉症の時期となってしまいましたね。私はすっかり鼻が詰まってしまいました。なので鼻声で聞きづらいでしょうが、よろしくお願いします。それでタイトルにもあるように、今回はコンセントのクリーニングをしていきたいと思います。コンセントのクリーニングなんて皆さん考えたことありますか。まずないですよね。でも実はコンセントの差し込み口はかなり汚くなっています。どうして汚くなっているかというと、ハウスダストと酸化膜によってひどく汚れています。なので今回はそれらを除去して差し込み口をきれいにしていきたいと思います。その方法の紹介動画となっています。今回除去するメインの対象は酸化膜になります。そもそも酸化膜って聞いたことない人いますよね。酸化膜とは、例えば光物アクセサリーなどを購入すると、使ってるうちに輝きが鈍くなってきて、新品の時と比べると艶がなくなって見えることありますよね。それのことです。金属やメッキの表面が空気中の酸素に触れることでできる薄い膜状のもののことです。この酸化膜を除去してコンセントの差し込み口をきれいにすると何が変わるかというと、驚きです。皆さんのお家にはテレビありますよね。ミニコンポとかありますよね。つまりブルーレイとか音楽配信とか、とにかく音響製品全般の音が良くなります。どのように変わるかというと、ミニコンポとかは買い替えたようにアップグレードしたような音に変わります。具体的には高音がより綺麗に出るようになります。メリハリもはっきりします。また音のこもった感じがある場合は透明感が出ます。たったこれだけの作業で音は激変します。なので皆さん、どうかびっくりしないでくださいね。これで大体のイメージは分かったと思います。それでは作業に移りたいと思います。今回ご準備いただくものは金属磨き剤ですね。ピカールになります。ご存知じゃない方、またお持ちじゃない方はホームセンターで400円前後くらいで購入することができます。あと普通の綿棒ですね。それと柔らかいプラスチックのシートを準備ください。下敷きのように曲げてパキンパキン割れるようなものは絶対使わないでください。私はビデオケースの材質がちょうどいいと思うので、それを切って使っています。ない方はファイルの表面の素材とか、ああいったしなやかに曲げても割れることのないプラスチックのシートがいいと思います。それと普通のティッシュですね。あとペンチ、ハサミ、検電ドライバーもご準備した方がいいと思います。そうしましたら、このプラスチックのシートは6ミリの幅に切ってください。で切りましたら折り曲げてペンチで潰してください。先ほども言いましたけど、このようにやってもパキンパキンと割れるようなプラスチックは絶対使わないでください。コンセントの差し込み口の中で折れてしまったら、そのコンセントは使えなくなりますので、これだけは注意してください。あとは必要な本数分だけ綿棒を平らにペンチで潰します。準備するものは以上となります。はい、それでは早速酸化膜の除去作業をしていきたいと思います。これは先ほど切ったプラスチックになりますね。それに同じくらいの幅に切った薄い布をかぶせます。でピカールをほんの少しだけつけます。そうしたらティッシュでしっかり拭き取ってください。
はい、汚れていません。それでは早速コンセント口に差し込みます。5ミリくらい差し込むと一度止まります。そこから力を入れてグイッと差し込んでください。これが酸化膜になります。こんなに汚れています。同様にピカールを少量つけます。またしっかり拭き取ってください。拭く前はこういった色です。それではプラスの方やってみます。一回止まります。グイッと入れます。はい、同様に酸化膜が取れてきました。これが原因でミニコンポとかの音はこもっています。そうしたら 2,3 度空拭きしてきれいに仕上げます。まだ汚れが取れます。糸くずはちゃんと取ってくださいね。酸化膜が取れたので滑りもスムーズです。ちょっと分かりづらいですが少し金色っぽくなってます。青銅は金色なのでこういったちょっと黄色い色がついてきたらもう綺麗になった証拠になります。これで綺麗になりました。検電ドライバーになります。皆さんお持ちだと思いますけれどもない方はご準備した方がいいと思います。ここの鉄の部分を触ると当然感電します。電気の来てる方はお尻を触るとドライバーが光ります。電気の来てない方マイナスの方は触っても光りません。家庭のコンセントは電気屋さんがあまり気にしてないせいもあるのかプラスとマイナス逆になっていることが当たり前にあります。私の部屋でも 2,3 箇所逆でした。右の幅の狭い方がプラスです。左の幅の広い方がマイナスになります。このように刺してお尻を触ると光ります。光りません。なのでこちらに入れてお尻を触った時に光ったら配線が逆になっているということになります。それで確認することができます。そうしましたら今度はコンセントプラグの酸化膜を取っていきます。先ほど同様にピカールを少しつけてください。ピカールをつけたらティッシュでしっかり拭き取ってください。拭く前はこういった色です。拭いていきます。隅っこの方もしっかり拭いてください。これが酸化膜になります。コンセントプラグだけでこんなに酸化膜が取れました。これによってミニコンポなどの音はこもってます。これだけ取れたということはそれだけ
音に透明感が戻るということになります。 2,3 度きれいに空拭きしていきます。隅っこまでピカールが残らないようにしっかり拭いてください。もう一度拭きます。大丈夫ですね。でピカールだけにピカピカですね。このようにミニコンポ、テレビ、その他音響製品のコンセントプラグの酸化膜を取っていただくと音は随分良くなります。ただ 2,3 日音にギラつき感が乗ります。 2,3 日ですぐに薄い酸化膜がまた張り出しますので、それによってギラつき感は収まります。ですから定期的にこのように酸化膜の除去をしていただければ、いつでも綺麗な音で好きな音楽を楽しむことができると思います。皆さんいかがだったでしょうか。作業は以上になります。たったこれだけのことで音響製品の音はかなり良くなります。なので興味のある方は早速注意してやってみてください。私にはクリーニング後のミニコンポの音を聞いて驚く皆さんの顔がなんとなく想像できます。それでは今回は以上となります。コンセント周りについてはまだお話がありますので、近々アップしたいと思っています。この後私がメインでアップしている動画の広告動画もつけてありますので、よかったらそれも見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。